泥蜂はマクシメスズメバチか泥蜂赤に分類される昆虫の総称。泥蜂赤は泥蜂化とする場合もある。本赤はスズメバチの中で最大の赤であり、世界から3500種以上が記載されている。日本からは50から60種程度が記録されている。本赤に分類される多くの種が巣作りに際して泥を利用することから泥蜂の名がある。 成虫は巣を作成、産卵した後、捕獲した獲物を運び込んで貯蔵し、孵化した幼虫はそれを食べて発育する。一部の種で幼虫が孵化した後も成虫が継続的に給仕を行う、アシャ海性が見られるが、多くの種は成虫が幼虫の餌の貯蔵と産卵を行った後に、開口部を塞いで巣を密閉する、単独性昆虫であり、この場合幼虫と成虫が接触することはない。 巣は、通常、幼虫一頭ごとに小部屋が設けられる。映像様式は、掘り孔型、仮孔型、あるいは筒柱型、築造型の三つに大別される。餌として、リンシメやハムシの幼虫を利用する。学名と分布は、北朱日本産有権膜種類目録に依拠。本赤をはじめとする、感獣性八類の調査法として、映像トラップが利用される。 感獣性蜂類は種によって好む穴のサイズが異なることが知られており、異なる光景の筒を利用することで異なる種の感獣性蜂類を観察することができる。また、人工物の穴に映像する場合があるため、時に事故の要因となりうるが、いずれも本赤に特有の生態ではないため、注意が必要である。ありがとうございます。